皆さんこんにちは、シンクと申します。大変お待たせいたしました。ちょっと最近忙しくて全然続きができてなかったのことをお詫び申し上げます。もうヘルプとかが多くてね、嫌なっちゃうっていうぐらいですね。どこの部屋まで行ったかな、もう覚えてないんだよね。オレンジの部屋行ったかな、行ってみましょう。お、まだ行ってない。黄色のツインテの子かお金の世界。わかりやすい。じゃあ行きましょう。なんかこれロッカー、ロッカールーム。あはん。てかどこに行きゃいいんだ、そもそも。どこだ。上か。OK。あ、ちなみにちょっと鼻声になってますのでご了承ください。っていうのもですね、花粉症なのかな、風邪なのかよくわかんないんですけどね、ここ数日、台風が過ぎ去ってあたりからですね、9月末に来たね、24号ですね、今日撮ってるのも2日なんですけども、あの後からすごいね、鼻水がやばくてですね、鼻声なんですよ。忍者ごっこ禁止で。き。なんていうもんだ。全然わかんなくなっちゃった。こんな噂がある。小さい頃、忍者ごっこをしていた友達が、おもちゃの手裏剣を投げたら、頭に刺さったらしい。その中身、本当に手裏剣本物だったじゃないかな。手術はどういうこと？手術は成功したのだが、それ以来手手裏剣は苦手らしい。紙のじゃないんでしょ？おもちゃか。おもちゃか。危ないな。なるほどね。まあ、一応、できるかどうか。曲がってくるとか、ないよね。ないね。びっくりした。アイテムどこにあるのかな？今回は。てか、どういったらそこに行けるのかが。合う。なんか今回なんか BGM がほんわかしてますね。あの上か。ここはいけないからあの上に行かないといけないね、結局は。よいしょ。曲がってくる？曲がってこないか。よしよし。あ、隣か。よっしゃ。とりあえず扉を開けた。こんにちは。女の子が大好きなちまる子って何？なんだろう、わからない。チョコ。ちなみに皆様何ですか？あ、ここ行き止まりじゃん。行き止まりじゃん。ぬるっとな。トゥトゥトゥルトゥルトゥトゥトゥルトゥルトゥトゥルトゥ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 。なんか今回の部屋はあれですね、このいっぱいはびこってる子たち少ないですね。こうやってうろうろしてる子たち。いつも多くてさ、ああ、ここダメな部屋だ。困るぐらい人がいっぱいいるんですけど、いないですね。あった。こう行きましょうか。これでこっち道ないんでしょ？あーってなるんですね。あ、行けそう。ちなみにあのアイテムはなんじゃらほい。どこで曲がる？あそこで曲がる。よいしょ。このさっきみたいに追っかけてくる子がいなかったら本当に楽なんですけどね。鉛筆を手に入れた。おー、鉛筆か。あ、
あ、鉛筆、鉛筆。超これで飛んでどこだっけ、えい、どこだっけ、あの部屋ここだっけ。濡れた女の人に男の子が差し上げると違う、ここじゃないな、どこだっけ、どこだっけ、鉛筆、鉛筆どこだっけ。あ、ここはまだ来てないところか、来ちゃった。おもちゃの部屋なんですね、まあ、ここはまた次回ということで。あ、楽しい部屋だな、ここは。鉛筆だ、どこだっけ。あ、ここじゃないのか。初めて渡せる気がする。え、ピンク？あ、もうピンクだピンクだ、桃のお菓子か。面白い部屋がいっぱいありますね。どこだ、ここか。こういうくじ運なんか悪いんですよね、私。こういうくじ運悪いんですよ、私、ほんとに。どこだっけ、ここか、木の部屋か。エッチになればなるほど硬くなるものなんだ。答えは鉛筆ね。正解。これあげる。アイスソードを手に入れた。やった。攻撃力1上がったぜ。それだけ？それだけっぽいですね。なんだ、ポイントと、私てっきりポイントがもらいただけるんだと思ってたのに。ポイントはやっぱりないですね。ポイントって何なんだろう、わかんないや。ポイントって何なんだろうか。あ、とりあえず最後の部屋に行きましょう。なんだこれは。金庫。金庫。全部金庫。何ですか。財布を手に入れた。金庫にお金が入ってるからいくらでも持ってっていいよ。どういうことどういうこと。1,10,100,1,000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 ,
もらえる。全部1万円？お金は紙くずになった。え、どういうこと？紙くずが入っている。ああ、ああ、よくわかんない。どういうこと？5割る2は割り切れない。いや、割り切れるな。2.5 か。2.5？ 10 か。結局何だったんだろう。え？え？机の上乗っかれるよ。あ、ご飯手に入れた。びっくりした今。これ抜けれるんだね。え、ご飯渡すってこと？あ、5が半分、ご飯。あ、そういうことか。ダジャレかよ。正解。ここ一緒かな。はいはい、わかりました。また会ったね。会いましたね。ええ、
私はここから脱出したい。もしここから一人しか脱出できないのなら、私が脱出したい。自分のことばかり考えてる、考えることはいけないこと？自分を中心に考えてることはいけないこと？誰だって自分が一番可愛いよ。そうだね。だから、あなたは正常だよ。おお、よかった。でも、世の中は違う。自分のことだけ考えてると叩かれてしまう。他者を優先することを美とされ、優しい、美しいと称賛される。誰だって、自分が一番大切だよ。なんだろう。優越感なのかな。こう、心配されてて自分が上になってる感の優越感を浸れるからかな。よくわかんないですね。素直にそう言えるのは、正直でいいことだよ。じゃあみんなが、みんなおかしくなってるの？そうじゃない。人間だから、機械みたいに正確じゃない。きっとそれも、正しい形。そっか。人間という生物の習性。まあ、人間、特に、なんだろう。なんだっけ、日本人は、あれだよね、こう、便乗じゃないけどね、一緒の集団にいたがる傾向が多いって聞きますよね。私はどうだったのかな？自分のことばかり考えていたのかな？難しいなぁ。やあ、クラゲだよ。セーブします。てなことで、今回はこの辺で終わっていきたいと思います。また次回よろしくお願いいたします。ではでは、バイバイ。